こんにちは、ガクです。今回は幕末を生きた影の英雄橋本早苗の啓発録をご紹介します。本書は吉田松陰や西郷隆盛といった名だたる偉人に多大な影響を与えた男の生き方の指南書です。この動画がどういった方にお勧めしたい内容かと言いますと、自分に自信が持てない、新しいことに挑戦する勇気が出ない、努力が報われない、自分らしい生き方って何だろう、こういった皆さんの生き方、生き様に直結する悩みに光を照らす一冊となっています。本書は5つの行動指針をたった数十ページにまとめただけの短い書物なのですが、そこに書かれた言葉は強力なパワーを持って、あなたのやる気に火をつけ、あなたの勇気を後押しし、あなたの人生を劇的に変える挑戦者のバイブルとも言える一冊です。ここには間違いなく、ビジネス、スポーツ、受験、就職活動、人間関係に生きる教えが詰まっています。この動画では最初に、橋本早苗の人生をざっと紹介し、続いて、啓発録にしたためられた5つの行動指針を紹介します。今回の動画も、あまり読書する習慣がない人でも、わかりやすいようにまとめた動画となっています。ぜひ最後まで見ていただき、明日を全力で生き抜く力に変えていただければなと思います。では行きましょう。橋本早苗、啓発録。まずは、橋本早苗の人生からお話しします。橋本早苗の生涯は、私たちに1分1秒を無駄にしてはいけないよ、と教えてくれる、儚くも力強い人生でした。橋本早苗は、1834年に、福井藩士として生まれます。彼の同年代には数多くの志士が誕生しています。吉田松陰、福沢諭吉、坂本龍馬、渋沢栄一などなど、日本人なら誰でも一度は聞いたことのある偉大な偉人たちが並びます。ですが、橋本早苗はこの時代を生きた志士たちに勝るとも劣らない天才でした。早苗は10歳という若さで、漢文の読み書きをマスター。また、儒学や歴史に関する難しい書物を読破し、周囲の大人たちをあっと驚かせます。早苗の上司にあたる福井藩主、松平春嶽は、当時の彼を神童と呼んでいました。性格は素直で、おとなしい一面がありながら、人一倍正義感の強い少年だったそうです。そんな彼は、15歳になったある日、一念発起して、大阪に行くことを決意します。その理由は、当時日本の最高学府、蘭学者、尾形光庵の適塾に入門するためでした。早苗はこの時、学問で大成し、ゆくゆくは、藩政に関わる大物になる、という野望を持っていました。そして彼は、その大志を実現させるために、必要な心構えとして、5つの行動指針を書き記します。それが啓発録です。なんと本書は、早苗が15歳の時に書いた本なんですね。ただ、15歳の子供が書いた本だ、と舐めてかかってはいけません。本書を読んだ早苗の友人は、当時の衝撃をこう語っています。その一字一句に込められた中高節義の精神は、どんな人間が読んでも心を燃え立たせることは間違いないでしょう、と。そして早苗は16歳の時、大阪に行き、尾形光庵の下で学ぶことになります。光庵はこの時、早苗の学習能力に驚嘆するあまり、早苗のことを竜の妖精と表現したそうです。21歳の頃には、松平春嶽の側近として、福井藩が設立した藩校、明道館の監督役に就任します。ここで早苗は、その先見性を発揮します。彼は、明道館の教育方針に世界と対等に渡り合える日本人の育成を掲げます。なんと早苗はペリーが来航して数年しか経っていない当時に日本の開国と文明化の道を予見していたんです。彼はそれを見越した上で世界で戦える人材育成に取り組んでいたんですね。しかし、そんな大天才の人生は浮かんでは消えていく泡のように一瞬で終わりを迎えます。橋本早苗は1858年に起きた安政の大獄によって
26歳という若さでこの世を去っています。安政の大獄とは、井伊直弼が行った幕府に対し批判的な勢力を一掃する弾圧運動です。ここは左内の人生において重要な部分なので、少しだけ詳しくお話しします。当時の江戸幕府では後継者争いが深刻化していました。第13代将軍徳川家定は体が病弱で子供がいませんでした。そこで南紀派徳川義富と一橋派一橋義信で争いが起きます。実はこの時松平春嶽も一橋派にいました。当然左内も一橋派を支援していました。この時の活動の中で左内は薩摩藩や土佐藩の賢人たちと交流を深め、その知名度をぐんぐん伸ばしていきました。しかしこの後継者争いは南紀派が勝利します。すると南紀派にいた大老井伊直弼は安政の大獄を実行し、一橋派の重鎮たちを弾圧していきました。左内はこれがきっかけで斬首刑で亡くなっているんですね。しかし左内はその短い生涯の中で、高い教養と先見性でもって稲妻のような強烈なインパクトを多くの志士たちに残しました。同じく安政の大獄で亡くなった吉田松陰は左内の死を知り、日本は偉大な人を亡くしたと嘆きました。また西郷隆盛も南北戦争で敗れた際、その懐には左内と交わした手紙が入っていたそうです。ではそんな橋本左内が残した傑作啓発録とはどんな本なのでしょうか。ここからはその内容を見ていきましょう。啓発録の内容に入る前に本書の全体像を簡単にお話しします。啓発録は自己を律する行動規律を説く本です。はじめにも言ったように、左内は本書の中で5つの指針を掲げます。 1. 知心を捨てる。 2. 気を振るう。 3. 志を立てる。 4. 学に努める。 5. 交友を選ぶ。左内は生涯この5つの指針を眺め、今の自分に足りないものは何か、今の自分の弱点は何か、そのために自分はどう改善したらいいかを考えていました。ではそれを踏まえた上で本書の内容を見ていきましょう。まず一つ目、知心を捨てるです。知心とは俗に言う未熟な心を指す。野菜や果物でもまだ熟していないようなものを未熟という。つまり知心のある人というのは未だ成熟せず水臭いところがあって、旨味が出尽くしていない状態を言うのである。例えば両親の目を盗み、仕事や勉強を軽んじてはいないだろうか。また何か困ったことがあれば優しい母親にすがりついてはいないだろうか。いつまでも幼き心のままでは何かをなす覚悟は絶対に定まらない。幼き心を捨て去ることこそ一人前の人間となる第一歩となるのだ。人間は何かに挑戦しようと思うとき、必ず甘えの心が生まれ、ついつい楽な方へ動いてしまいます。例えば、資格を取ろう、勉強を始めよう、読書を習慣化しようと挑戦したはいいものの、結局長続きせず挫折してしまった経験はあなたにも一度はあるはずです。何か挑戦しようと思っていても、甘えを断ち切れない心こそ、僕たちの成長を妨げる一番の要因です。そこで左内は、そんな自分を戒めるために、周りに甘えるな、と自分自身を鼓舞しているわけです。次に紹介するのは、気を振るうです。気というのは、俺ならできるという気持ちの表れだ。もっと言えば、俺は絶対に負けないと思う、意地っ張りな気持ちである。それを大事にするのだ。気は命あるものであれば誰にでも備わっている。鳥や獣も気を持っている。だから甚だしく気が立っているときは自分たちよりも大きな人間を襲い苦しめたりすることもある。鳥や獣でさえそうなのだから、人間であればなおさら気によって大きな力を発揮することになるだろう。ここで言われていることを簡単にまとめると、弱い自分に打ち勝つには
強い自分を演じることも大事だということです。あなたは何かに挑戦するとき、自分自身に向かって、俺ならできる、絶対できると自分で自分を鼓舞することができる人間でしょうか。これができるかどうかは、あなたが成功できるかどうかに大きく関係します。なぜなら、人は苦しいとき、最後の最後で一番頼りになるのが自分自身だからです。世の中には優しい人間はたくさんいます。頑張れよ。応援してるからな。こう言って背中を押してくれる存在は何者にも代え難い宝物です。しかし、どんなに応援されても、どんなに勇気づけられても、結局は自分の意思で行動していくしかありません。どんな人間だって戦うからには勝って勝って勝ち切る人生でありたいはずです。だからこそ負けん気が大事なんです。俺ならできるという気持ちは最後の最後まで諦めない粘り強い精神が養われます。三つ目は志を立てるです。志とは心が向かうところであり、君の心がそうしたいと願うところを指す言葉だ。人として生まれた以上、感謝する心を持っていない人間はいないだろう。感謝する心があれば、君にとって家族の人間は大事な存在であると容易に理解できるはずだ。そのことに合点がいったなら、当然のように自分の将来を重く考え、こんな風に思い立つべきだろう。我こそは学問を極め、過去の聖人君主や英雄豪傑のようになって、親のため、家族のために働き、皆のお役に立てる人材になろう。酔ったように生き、夢のように死んでいく人間だけには絶対にならない。これは痺れる言葉ですね。ここでは、志を定め、真っ当に生きよう。抜け殻のような人生には絶対しないぞ、という決意が込められています。しかし、一言で志と言っても、なかなか定まるものではありませんよね。前回紹介した名著、論語とそろばんの中でも、志は焦らず慎重に定めよと言われています。そこでサナイは、志を定めるコツとして、次の4点を挙げます。1、古典的名著や歴史を学ぶ。2、師匠を定め、その人から学ぶ。または、友人と夢を語ろう。3、苦い経験をたくさんする。4、感情を突き動かされる作品に触れる。そして、サナイは言います。いずれにしろ、日々をのほほんと過ごし、心がたるんでいる状態では、志など一生定まらない。皆さんは、願わくば、一度しかない人生、大志を定め、太く強い人生を歩んでいきたいと思いませんか？ならば、たくさん本を読みましょう。知識をつけて、友人や尊敬できる人といろんなことを語り合いましょう。そして、いろんなことに挑戦し、笑っちゃうくらいの大失敗をしましょう。落ち込んだ時は、映画や音楽を聴いて、心を穏やかにしましょう。そうすれば、いつか、これだという志が定まり、あなたの人生は最高のものになります。四つ目は、学に努めるです。学とは、習うということで、良き人、優れた人の行いや、立派な功績を研究し、その道を自分も追随していくことだ。故に、優れた人間の思想や精神を真似て、日常生活に生かしていくことが大事である。ここでは、インプットしたら、すぐにアウトプットせよ、と言われています。一言で学問と言っても、試行錯誤しないと、ただの知識で終わってしまいます。例えば、読書をして知識をつけても、人に話したり、ブログに書いたり、ビジネスに応用できなければ意味がありません。戦いの要諦を説いた名著、風刺家伝の動画でもお話ししましたが、学ぶとは真似ることです。つまり、真の学問とは学ぶことではなく、学んだことを応用し、日常生活に生かすことなんですね。最後5つ目は、交友を選ぶです。我々は、真に大切な友人を選び出す必要がある。決して間違ってほしくないのは、どんな付き合いであっても、友は大切な存在だということ。相手が誰であっても、
一人一人を大切にしてほしい。とはいえ、自分にとって悪い友人、良い友人は存在するのだ。友を選ぶというのは非常に難しいことだ。なぜならば、良い友人ほどとにかく気に障り、面白くない人間に見えてしまうからだ。逆に悪い友人の方が気楽に見えたりもする。このことをあなたはよく知っておくべきだろう。ここでは、人を大事にすることは大前提だが、と断った上で、長く付き合うべき友達かどうかは、しっかり見極めなさい、と言います。サナイの言う、いい友達というのは、あなた以上にあなたを理解し、改善点を教えてくれる存在です。これは、世界最高峰の帝王学を説いた名著、貞観政要でも同じようなことを言っています。貞観政要では、人の進言を聞けない人は、いいリーダーには絶対なれない、と言います。自分にとって、いい友人ほど、あなたを気にかけ、助言をくれます。ですが、そういう言葉は大体の場合、あなたにとって、カチンとくるものです。そこでムッとして、聞く耳を持たないというのでは、絶対にダメです。また、サナイは、いつもワイワイできる友人ほど、君の成長を止める存在かもしれないから、警戒せよ、と言います。切磋琢磨できる人間関係とは、決して慣れ合いのような関係性ではありません。あくまでもお互いを律し、高め合える存在が大事なんですね。いかがだったでしょうか？ここで紹介したのは、ほんの一部の内容です。もし興味がありましたら、ぜひ本屋さんで手に取ってみて、サナイの言葉を直に浴びてみてください。きっと全身にパワーがみなぎってくるはずです。いつも動画を見ていただきありがとうございます。これからも動画投稿頑張ります。よかったらチャンネル登録で応援のほどよろしくお願いします。それでは良い一日を。